はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきましょう。では頂上決戦の方やっていきます。今回選択チャレンジですね。ボタンを押しました。選チャレ。さあ、ひなきちさん、お、先生取りましたね。先生取った。さあ、キャラはイオリー、ウィップイオリーですかね。 SR イオリー、ジョー取っときましょうか。防御型欲しいんで、これはイージー。さあ、低レアリティモードですが、最後覚醒レオナ、ベニマル渡して UR 一体の選択。先生も取ってますよね。さあ、向こうの UR が気になるところ、ロバヤンですね。ロバヤンと、R のベニマルは見えた。こっち系ダッシュか。で、シコン、ヘビ、あ、シコンじゃ無理やね。無理というか、やめとこう。あ、でもトラがいるか、ビッグ。カメはジョー。先生なんでね、どうしようかな。頭に出すキャラがちょっとむずいな。ラモンよりアンディかな。こういきましょうか。ベニマル押せてますね。ベニマルはゲージ溜まるかな。一応バッドで行くんですけど、あの、裂傷するんでね、これ。だからゲージ溜まる可能性高いですね。この覚醒のスキルで。あ、下げた。雷光剣溜まってるかな。下げたふりして戻した。雷光剣。使ってきましたね。やっぱ溜まってた。ベニマルはやられそうやな。ベニマルじゃない、アンディ。アンディはやられそうな気もするが、お、生きてるか。レッパ弾は使わない方がいいかな。どうしようかな。一応めまいあるからね、レッパ弾。使おうかな。使います。あ、めまいした。お、いいね。ロバヤンめまいはすごい。すごいよ。で、これね、倒すとしたら、やっぱ覚醒かな。あ、倒せなかったね。めまいしてるからロバヤン叩きましょうか。うん。これ、ラッキーとハイデルンは、ちょっと微妙なところなんですよね。溜まってるかどうか。アンディの火力にもよるけど、あれやったら溜まってない可能性の方が高いかな。あ、溜まってた。ヘルバウンド。そしたらハイデルンも溜まってるんかな。ハイデルンは溜まってるかわからないですが、使ってこなかったね。で、ロバヤン溜まってるので、次のターン。さあ、これは、溜めてる。ハイデルンがスキル出ちゃったんかな？ああ、なるほど。で、次溜まってるのはロバートとハイデルンなんで、エイジ一体出しでも良さそうですよね、これやったら。エイジ一体出し、そうですね。うん、ハイデルンはビッグに来るか。そしたら、この方がいいかな。いや、これビッグ使っときましょうか。そしたらとりあえずエイジ使うでしょ。あ、暴走出た。ビッグ使うとタクマ倒しそうな、倒すかな。やめとこう。これでいきます。うん、使っちゃうと倒してたかもしれないので、もしロバート使ってきたらエイジ倒してくれるのでね、使ってほしいんですけど、まあ、このままやったら使わない可能性もあるね、ロバートを。あ、ハイデルンは使う。ハイデルンは使って、ロバートは？あ、使わないね、やっぱり。そしたら、これ、このまま行けばね、問題ないので。このまま行きましょうか。あくまでも、やっぱ、ロバートに対して、呪いを入れたいのでね。エイジの呪いをロバートにかけるために、このまま行きました。向こうの人も多分、それを分かってるから、使ってこないんですよね。でも、これ、貯めれば貯めるほど、全滅が狙いやすくなるんで、やっぱ調整しやすくなってくるんで、こっちも。エイジはやっぱこういう使い方ができるんでね、本当に、万能というかいいキャラですよね。あの、頂上決戦の使う側としては強いですよね、やっぱり。さあ、エイジをやっぱ倒さざるを得ないので考えてますよね、この場合。うん、タクマ。ラッキー、ハイデルン。あ、ハイデルンで倒せなかったね。そしたらもうエイジで、うん、ロバートでエイジを倒してしまったんで、もう今のは諦めたって感じになりましたね。これは完全にエイジが MVP の試合でしたね。エイジが全部主導権握ってたっていう感じがしました。はい、では頂上決戦の方を続きやっていきます。選択チャレンジでボタンを押しました。選チャレ、マヘル・ケリフさん。
どういう意味かちょっとわからないですね。元々の名前っぽさもあるんですが、ひらがな使ってるんで自分で名前変えてますよね。ひなこちずるか。ひなこちずるね。ちずる沈黙嫌やな。ちずる取っとこうか。沈黙が嫌なんでね、やっぱかけられたら嫌なんで。シェントリンか。リンかな。シェントリン。さあ UR は1体の選択で、向こうアーデルハイドですね。でバネッサもいる。要注意やな、バネッサは。でカメ、トラ、ヘビ、クマはチズル。一応これで仕込んか。トラはアテナのみか。先生取られてるし、やっぱ仕込んは組みたいところ。ヘビはね、リンよりもラッキーでもいい気してきたな。ちょっとね、微妙っちゃ微妙ですね、この置き方は。まあいっか、いきましょうか。シェンがいるか。シェンがね、強いからね。まあ、こっちもでもリンなんで、同等に強いんですけどね。さあカスミは当然使う。重ねて打っていく。お、シェンの怒り下げた。シェンの怒り下げるのは結構いいですね。さあこれ普通に叩いていく。でケンス肉まん食うんですけど、アテナのスキルで回復率ダウンしてるのであんまり回復できないですよ、ここは。肉まん、うん、50% ダウンやったかな、あれは。なんで、めまいした。カスミやられるか。うわー、カスミやられましたね。ヘルバウンドもありやな。ヘルバウンド行ってきましょうか。ヘルバン行っとこう。お、全部スキル出てる。さあヘルバン打って、このキムはできれば削っていく。ヘルバン使ったからもうナコルルもシェンも溜まってそうですね、ゲージは。ここはさすがにラッキーは一撃は耐えるでしょ。ああ、クリティカルは無理や。それは無理。マジか。この一撃耐えないってのはちょっとしんどいな。このリンがやられるんじゃない、これやったら。ああ、マジっすか。ちょっと厳しいか。レラムツベ、リン来てくれ。いやー、無理やな。リンやられるね。そっか。シェンスキルは出てるよね。うおー。シェンの一撃はちょっと予想外やな。これアテナもほんで、いらんな。アテナいらねえ。この回復の方のアテナ全くいらねえ。いやー、やばいぞこれ。やばいねー本当に。どうしようかね。こんな感じでいこうか。これはアテナじゃなかったら全滅ワンチャンあったけどね。回復の方のリンがでも使う予定やったんで非常にやばい。まずねー、まあ、とりあえずここにアテナかな。倒さなしゃあないのね、毒なってるから。で、チズルじゃない、マッチは打ってからの、チズル。これでシェンは倒せそうやな、でも。あ、沈黙した。全滅は無理ですね。全滅は無理なんで、こういこうか。こういって、マッチはがクリティカルでも出たらワンチャン。ないかー。うわー !1 ミリやったこんな減らせたか。1ミリ残るのはちょっとしんどいな、今の。ナコルルが1ミリ。アーデルハイド来たよ。やめてくれ。大貢献。今のやっぱね、リンが生き残ってたらっていうとこですね。合掌ひねり。さあ、マチュアがどんどん叩かれていく。ジスクラーゲン来た。うおー、減りすぎ。UR アテナがめっちゃ減ったけど、まあ、サイコパワーででも回復できましたね。あ、でもこの、R のアテナが回復入れれるんで結構いいんじゃないこれ。結構いいかも。で、頭に出すキャラはやっぱアテナかな。あ、チズルでもいいかな。チズル出しましょうか、頭に。八乙女は当然使っていきます。八乙女使っ、うわ、なんでガードしてるのこれ。この今のベニマルのガード意味わからん。マジか。ガードはないな。いやー、マジか。うわー。あ、 UR アテナゲージ溜まりましたよ。やばいね。でもうわ、バネッサや。バネッサはイオリに飛んでくるね。ナコルルがゲージ、あ、溜まってない。溜まってないか使わないか。さあ、ボディ。うおー。これは普通にも行くんですけど、こう行くしかないね。で、先にアテナで行くか。使います。クリスタルシュート。エチズルも当然打ちますが、沈黙してほしいな、これは。沈黙、ないか。沈黙はない。ここね、あ、一応倒せたね、ひなこ。これ、アーデルハイドゲージ溜まってるでし
でバネッサ使ってきますよね、まあ、使わなしゃあないので使いますよね。ここはでアーデルハイドがどこに飛んでくるかによるからね。あれ溜まってない？マジ？おお、アテナ生きた。マジか。このままでいいかな。このまま行きましょう。回復使っていきます。うわースキル出ない。イオリとかスキル出てほしかったな。普通に叩くんですが倒せないよねこれ。お、倒した。バネッサ、マジか。バネッサ倒せた今の。これはじゃあ勝ったよね。さすがに勝ったよね。イオリー、うわーやばいやばいやばい気してきた。やばい気してきた。これはやばいか。ジースクラーゲン、ほらもうたまるめっちゃ早いからね。あーやばいかこれ。スキル、これ次のターンでゲージたまればワンチャンか。これでもスキル出てめまいでもしたら負けるっすね。やめろ。おお、危ねえ危ねえ。いけるでしょさすがに。てかこっちスキル全然出えへんけど。クリスタルシュートいけ。おお、いけた。マジで言ってさやったな。今のさっきのめまい、あ、さっきのスキルでめまいしてたら多分負けてたね。いやー、やばかったっすね。アーデルハイドにすごい押されたんですけど、ほんまにギリギリね、なんとかいけたっていう感じでした。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴の方ありがとうございました。